第8大総選挙は大韓民国国会を構成する議員を選出するため1971年5月25日に投票が行われた第三共和国時代の韓国における選挙である。韓国では大会ではなく大々と選挙回数を数える。また名称も総選挙ではなく総選と表記するのが一般的である。 前回の第7大総選挙で圧勝した与党共和党は過半数こそは維持したものの憲法改正を単独で実施するために必要な3分の2の議席を確保することができなかった。一方の野党新民党は陳山波動で党内が混乱したまま挑んだにもかかわらず前回の倍近い躍進を果たした。この結果は僕大統領の説得によって 東北総裁に復帰した金正筆が共和党が立法府を抑えるための過半数の議席は確保しつつ、会見に必要な3分の二にはあえて至らないように共和党の選挙不正を牽制したとの指摘もなされたが、実際は参戦会見で大統領に就任した北政権に対する国民の批判が新民党に集まったことが最大の理由であると言える。また、地域別で見た場合では、 ソウルと富山で、新民党が第一党に、共和党は、軽気道や寒温度、中西北道、南道、全羅南道、軽症北道で、第一党になった。結果、都市部では、新民党が優勢、共和党は、農村地域で優勢になる、よむらのと現象が前回と同様に現れた。民主共和党、新民党、国民党、民主党。 補欠選挙繰上げ当選 ABC 韓国中央選挙管理委員会の歴代選挙情報システムより引用。国書編纂委員会金姿権編著、朝鮮韓国近現代史日本評論者470ページ5.25総選挙第8大総選挙の解説より、ありがとうございます。